おはようございますすさんですはい、今日はですね、まあ、5月に入ってから結構ベト病とか病気がね広がりやすくなってきたということでで、スタッフさんが見つけたんですけどキュウリの怖い病気のうちに入る活版病が見つかったんですよねはいで以前紹介したベト病は こうやって葉っぱの脈に沿ってカクカク色が変わっていくから分かりやすいんですよね。はい、これ、ベト病。で、パン病はこうやってぼやーって丸く症状が現れてきてだいたいですね、25度ぐらいの高温多湿になってくるとこういった菌が発生しやすいみたいです。まあ、長雨とか曇りとか湿度が高いと。はい。 まあここ最近ずっと長雨で湿度が高かったので、まあ、発生しやすい環境だったんじゃないかなと思います。でこれ僕あまり活版病詳しくなかったんですけどあの里芋とか肌箱栽培してる時もこういった症状が出てきてでこれね人の移動とかあまり行き来しすぎるとそれだけでもうつることがあるし風邪とかそういったのでも菌が。 他の葉っぱとかに移っていく恐れがあるので早く除去した方がいいんですよねはい、まあ、だからもう出たところだけ葉っぱをとりあえずバンバン切っていって他の距離に移らないように除去しましたあと他の農家さんに聞いたところセイビアとか、まあ、その部分だけかけておいた方がいいよっていうことでセイビアを今散布したんですよ はい、まだね下の葉っぱだけ、えー、こうやってカパン病が出てるからいいんですけどそれが上に移っていくとちょっと危険だっていうことではい、まあ、早めに見つけたら除,除去した方がいいんじゃないかなと思います、まあ、初めての方とかはよかったら参考にしてみてくださいこれは本当と移ったらね葉っぱがどんどん枯れていくので要注意ですね ということで、またよかったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それじゃ、バイバーイ。